バスはアメリカ海軍の潜水艦。バラクーダ級潜水艦の一隻であり、V ボートの一つ。艦名は、淡水、海水を問わず、鈴木目の複数種にまたがって呼ばれる、バスにちなんで命名された。当初の艦名は、v、V-2 であった。大口バスストライプドバス平鈴木 V-2 は、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。 1924年12月27日に、ダグラス・イーディス・ムスクスプ人によって、命名、浸水し、1925年9月26日に、艦長、GA ルード少佐の指揮下収益する。V-2 は、第20潜水艦隊に配属され、大西洋岸及び、カリブ海を1927年11月まで、巡航、艦隊は、 カリフォルニア州サンディエゴへ向かい12月3日に到着した。V-2 は1932年12月まで西海岸、ハワイ諸島、カリブ海で艦隊と共に作戦活動に従事した。V-2 は1931年3月9日にバスと改名され第12潜水艦隊に配属される。1931年7月1日に艦籍番号が SF-5 から SS-164 に変更される。1933年1月2日にバスはサンディエゴの第15予備役潜水艦隊に配属される。1933年7月に再び艦隊に合流し西海岸、パナマウンガ地帯、ハワイ諸島で1937年1月まで巡航する。その後歳海岸を出港し、 1937年2月18日にペンシルベニア州フィラデルフィアに到着6月9日に予備役となるバスは1940年9月5日にニューハンプシャー州ポーツマスで最終駅し大西洋艦隊第9潜水艦隊に配属される1941年2月から11月までバスはニューイングランド沿岸で作戦活動に従事し バミューダ諸島のセントジョージ島を2度訪問した。11月24日にココソロに到着し、日本軍による新珠湾攻撃時はココソロに停泊中であった。1942年、バスは太平洋艦隊第31潜水艦隊第3潜水船隊に所属する。3月から8月までココソロを母港として太平洋バルボア沖で4度の紹介を行う。 1942年8月17日、会場で、後部バッテリー室から火災を生じ、後部魚雷室及び、右原主電動機に、因果、25名のカシカンペイが、窒息死した。翌日アンタイオスが到着し、コスタリカのダルシーワンへバスを護衛し、両艦は続いて、バルボアへ移動した。バスは1942年10月まで、 パナマ運河地帯に泊まり、その後フィラデルフィアへ向かい10月19日に到着する。フィラデルフィア海軍交渉で修理の後、コネチカット州ニューロンドンへ移動し、1943年12月にはブロックアイランド沖で秘密試験に従事する。1944年1月から3月まで再びフィラデルフィア海軍交渉で修理を受け、同年の残りは 大西洋艦隊第一潜水船隊に配属、ニューロンドンを拠点として、ロングアイランドからブロックアイランドの海域で作戦活動に従事する。バスはニューロンドン海軍潜水艦基地で1945年3月3日に退役し、1945年3月18日に標的艦として処分された。ありがとうございます。